大阪市立天下茶屋小学校は、大阪府大阪市西成区にある公立小学校。西成区の東部を皇区とし、皇区の東側は、安倍の区に接している。1921年に、当時の東成郡天皇寺村で4番目の小学校を、東成郡天皇寺第4神常小学校として、現在地に開校した。東成郡天皇寺神常小学校及び、 東成郡天皇寺第三尋常小学校の校区を再編する形で開校している。1923年には東成郡天皇寺第五尋常小学校の創立に伴い従来天皇寺第四小学校校区だった日田地区を天皇寺第五小学校校区へと変更している。天皇寺村は1925年に大阪市に編入した。旧天寺村の学校は 大阪市編入を機に、従来の天皇寺創立番号の名称をやめて地名などを取り入れた名称に一斉に解消した。これに伴い投稿も大阪市化ジ茶屋人上小学校に解消している。国民学校令の実施により、1941年には大阪市化ジ茶屋国民学校へ改編された。校区は大阪市編入当初は住吉区に属していたが、 1943年の大阪市の行政区の22区への分属、境界見直しの際に西成区に編入されている。太平洋戦争の激化により、大阪市の国民学校では1944年に学童集団疎開を実施することになった。西成区の学校では和歌山県及び大阪府南部が疎開先として割り当てられ、天下茶屋校は 和歌山県有田郡鳥屋城村及び五霊村への集団疎開を実施している。学生改革により、1947年に現在の公明、大阪市立天下茶屋小学校へと解消している。ありがとうございます。